トム・ディ・ウムランは、オランダ、マーストリヒト出身の自転車競技選手。オランダ自転車の中心であるマーストリヒトで育ったが、自転車競技は10代の頃に始めたばかりであった。自転車レースには成長とともに熱中していき、10代後半にはプロになることを望んだ。二千十四年には才能を発揮し、強力なタイムトライアルの総力と、その力をロードレースにも転換することで、 大きな成果をすぐにあげた。また、その力が世界に通用することはすぐに証明され、オランダ選手権で優勝し、世界選手権では3位と成績を残した。2015年、ブエルター・エスパーニャで総合系ライダーとしても才能を示した。山岳コースの第9ステージでクリス・フルームやホワキン・ロドリゲスを破り、個人 TT での優勝も相まって、 総合優勝争いを演じ、最終的には総合6位となった。TT スペシャリストらしく、マイペース双方を得意とし、クライマーたちのアタックにも同時ず常に一定ペースを刻む走り方が特徴。2016年、ツールドフランスのクイーンステージ、アンドラ・アルカリスの山を制止優勝。ブエルタ、ジロ、そしてツールの3つ連続する、グランツールで、 ステージ優勝を飾った初の選手として記録に名前を残す。2017年、ジロディイタリアでは第10ステージの個人タイムトライアルにて総合優勝候補のナイロ・キンタナから3分弱のタイムを奪いマリア・ローザを着用。続く1級山岳・オローパを山頂ゴールとする第14ステージでも優勝し、さらにタイム差を広げたが、 第16ステージの一級山岳ウンブライルパスを前に胃腸の不調に対処したことによって集団から脱落し2分以上を失ってしまう。第19ステージでは山岳で失速し金棚にマリアローザを奪われるが最終ステージの個人タイムトライアルにて逆転、オランダ人初の総合優勝を手にした。また世界選手権 ITT で念願の優勝を果たした。 2018年はシーズン序盤こそ不審であったが、ジロでイタリアでは初日のタイムトライアルを制し、その後も絶好調のサイモンイエーツに食らいつき総合2位を守り続けた。しかしサイモンイエーツが大幅に遅れて総合主位に立てるチャンスが生まれた第19ステージでは、クリス・フルームの独走を阻止できず、フルームに総合主位を奪取される。第20ステージでデュームランは、 再三のアタックを仕掛けるがフルームにはかなわず、総合2位となり、連覇はかなわなかった。ツールド・フランスでは、序盤は、堅実な走りに徹し、大会2周目のアルプス3 0 3連戦の2日目、第11ステージで2位に入り総合でも3位に浮上。翌日の第12ステージも2位となり、第17ステージで総合2位、クリス・フルームが遅れを喫したことにより、タイム差を逆転。 総合2となると最終日先日の個人タイムトライアルでフルームをわずか1秒差でかわし優勝。自身初のツール総合表彰台に登壇した。オランダ人選手がツールで総合トップ3に入るのは1990年のエリック・ブロイ・キンク以来28年ぶり。2019年8月8年間所属したチームサンウェブを離れ、 オランダのチームユンボビスマに移籍することが発表された。デュムランはサンウェブと2021年末まで契約を残していたが契約を解除しての移籍となる。契約期間は2020年から2022年末までの3年間。オランダが誇るグランツールレーサーがオランダのチームに加わることになった。2021年1月。 サイクリストとしての自分のあり方を見失ってしまった。として、無期限での活動休止を発表した。6月のツールドスイスで、レース復帰。直後のオランダ選手権個人タイムトライアルで、復帰後初勝利を挙げた。ドイユキヒロによれば、ココアが好きで、冷たいココア1リットルを一気飲みしお腹を壊した。 こともあったという、ありがとうございます。